元の映像もなくなったんですけども、これまあこれは後見てもうたらやりますけども、泉の市会議員なんです、同級生なんですけども、私もバカというふうに呼んでます。バカというふうに人のことを指すのはこいつだけということになってますけども、こいつのこの名刺、まあ、こっちだけ見たらですね、まあ、議員っぽい名刺ですけども、分かりやすい市政議会というかですね、お前の頭が、まあ、理解ができないんだろうというふうに考えるわけですけども、これ裏見てください。こうマスクかぶってますよね、こいつの裏、これ何、これ何、沖縄プロレスのなんか選手かなんかなんですか、何ですのこれ、さっぱり分かれへんだけど、これってね、この人じゃないの、この人ドラえもんの歌ってた人じゃないの、この人、こんな人のやつ、これ写真使っていいんですか、これもちろんこんな顔じゃないからね、こいつの顔は、こいつの顔ってここにも載ってるけど、こんな顔ですよ。もうこれすごい若い時の写真やけど、これ20代前半ぐらいの写真かな、もっと顔平べっちゃい顔なんだけど、間違いなくこんな顔ちゃうでしょこれ。しかもこっちめちゃくちゃ若いからね、仮に若い時の写真使ってたとしても全然顔違うじゃないですか。目見開いた顔で表情がっていう話じゃないですよ。いや、これ人の写真こんなつこてええんかという話ですよ。しかもこれもっぺん見せるけど、市会議員って書いてるんですよ。これ市会議員であって泉市の広告塔って書いてるの、これは嘘書いてええんかっちゅう話なんですよ。で、楠田正樹って兄弟おるんですよね。これなんですか、この写真。よう分からんねんけど、これ何の写真なんこれ。この写真どっから撮ってきたの。そもそもこれ嘘の写真をこれ貼ってええのかという問題もあるし、この人らってこれ芸能人やからプロダクション入ってますよね。そこの了解取ってんのかっていう話ですよ。これ了解も取ってないんであれば、これ大問題なんじゃないですか。本当によくわからんね。で、ブログの方も見せますけど、2014年の時、もうこの時議員ですからね。でこの時に ABC6 チャンネル夕方の番組、今お帰りやってるあの時間帯にですね、キャストというのをやってました。あそこの中でですね、あの覆面レスラー議員もエア事務所に生活費かということで、これ私がテレビ局に持ち込んだんです。で、書いてますわ、あのリンク貼っとくから見てもらったら分かるんだけども、父親の所有する鶴山台の分譲の団地ですよね。鶴山台347203ね、見てくださいよ、まだこれ使ってるからね、347203って書いてるでしょ。で、こっちも見せますよ、これね、これ泉市のホームページですよ、議会のね、これ見てください、347203って書いてるでしょ、はい、ここを使ってですね、家賃払ってたという話なんですよ。しかもここ沖縄プロレスの事務所なんです。やったのかな、今どうなってるの、沖縄プロレスあるのかどうか知りませんけども、でこういうところにですね、勝手に議員の事務所で、まあ、これ奥が勝手な話やから、まあ、好きにやってくれたらええんだけども、問題なのはこれ政務活動費で税金ですよ、税金で家賃払ってたという話なんですよね。で、この時の資料がですね、もちろん持ってますよ。これ見てもうたら分かるんですけども、これね、これ2013年4月からの1年間の政務活動費です。これ2014年の7月ぐらいにならないと出てこないんですよ。で、情報公開してこの時撮ったんだけど、スペルデフィンって書いてるよ。見てくださいね。はい、これ、これ、こっちは家賃じゃないですよ。家賃じゃないけど、これどれぐらい払ってるか、脇田博人っていうのがスペルデフィンの名前です。で、1118円みたいな、こんな
な値段あるかっちゅうんですよ。これもうまさに使ってませんよねと、基本料金だけじゃないのということですよね。で一応60キロ、61キロワットアワー使ってるということになってるんですけども、まあ、もうむちゃくちゃですわ。で家賃がですね、これまだ続きが何個もあって、これ同じように電気代のやつやってんだけど、これ水道代もそうですよね。水道もほぼ使ってないから、これ2500何本になってるでしょ。これ使ってるのがメーター量がゼロになってます。見てください、920で926だから、メーター使用量も、あ、ちょっと9メーターがゼロか、920で926ということは6立方メーター使ってるんですよね。ところが基本料金というのは20立方メーターのはずなんですよ、泉でもね。ということでですね、基本料金しか払ってませんということです。まあ一人で仮に住んでおるんだったらそれぐらいの、使ってないという月も私もありますけども、電気水道ともですねほぼ使ってない、もしくはこれ沖縄プロレスで使ってる分をですね、これ政務活動費で請求をしておったということです。ガス代なんかなんでいるね、見てこれガス代です、ガス代。いやいや、事務所にガスいるかっちゅう話なんですよこれもだからこの辺って金払ってますよっていうので、これも税金で1万7000何本を請求をしたということで、これも今なくなってます。キャストでですねやったので、そこでですねもうこれあかんだろうということで、でもう請求はこの年からなくなったんだけど、これ見てもらうと分かりますよね、住所ね。で元々持ってた人、この和田さんという人かな、これ登記やからね何の問題もないんだけども、でこれをですね所有権移転をするわけです。所有権移転ね、で昭和54年って書いてあるでしょ。でこれ脇田健一さんって書いてあるでしょ、健ちゃんはお父さんですよ、はい、脇田土地家屋調査士事務所の土地家屋調査士の資格を持たれてですね、まず先生ということで、まだ健ちゃんも健在でおやりになってますよ。で住所38-1って書いてるけども、同じ敷地のとこにこいつとこの家も建ってるからね、もう今早坂芳恵なる、私は Z 級タレントというふうに呼んでますけども、まあ、あの人の姿も形もなくなりましたけども、一緒に住んでた家はあります。でこいつがどこに住んでるか知りませんよ、そこに住んでるかどうか知らんけども、そやけども同じところで、こいつとこね、こいつとこの家は、こいつとこの家は37-1なんです。で同じとこにあるから38-1ということになってるわけですけども、これを家賃を払ってましたよというね、これですよ、これこれ見てください、これが事務所家賃です。4万5000円払ってるんです、12ヶ月で。なめてんのかちゅうことですよ。これ54万円も領収書見てもうたら分かるんだけども、こんなん払うわけないでしょ、親父が持ってるとこへこんな払って、この親の名義支払いで、これ俺が書いたんですけどね、脇田広人様ということで4万5000円わざわざ収入印紙をですね貼って、これちなみにですね、こいつの字じゃないですよ、本人のね、本人こんな綺麗な字よう書かんので、これ誰が書いたのかは分かりません。これケンちゃんの字か、ケンちゃんの字じゃないかな、ケンちゃんの字じゃないと思うの、多分事務をやられてる脇田土地家屋調査士事務所で事務やられてる方の字かなというふうに思うんですけども、これもですね4万5000円払ってますよというふうに、これほんまに4万5000円払ってるんやったらせめて振り込みせえよということですよね。振り込んでまたそこから出してまたキックバックをするっていうこともありえますけども、そやけどもこんな紙でこんなことして出すかいうことですよ。で、まあ、振り込み代と200円のどっちが高いんだっていう話になってくるか知らんけども、そやけどこれ家族間でですね、これ消してますけどね、これ38-1で脇田健一っていうふうに書いてます。でこれを親子間でこんなことするなっていうことはもう常識ですよ。で裁判やったらもう明らかに負けるんです。私泉市民じゃないからこの時やらんかったけども、でテレビでやったからね、それはええというふうに
なるのか分かりません、是正をされましたけども、でもこういうことをやるようなやつが3期も次4期目ですよね、これ議員もやっておるということなんです。でもう一個見せときますが、これガソリン代っていうふうに書いてんだけど、これガソリンもですね、ガソリンもこれ取ってるけど、この金ってね、まあ、安分で最大が 0.8 なんですよ。で議員活動ほぼしてないようなやつがですね、油代を使ってるっていうのも、これどういうことやねんと、通勤使ってるんちゃうんかいと。北篠田からですよ、泉府中にある泉市役所までのね、通勤にこんな使ったらあかんので、そこへ使ってるでしょというふうな懸念もあるんだけども、それよりもですね、これ、問題なのはこれですよ。レギュラーも廃屋も両党使いかっていうことです。これ多分まだもう取ってないけど、今でも税金でやってんじゃないですか。でデミオに入れてるということに領収書上なってました。デミオは早坂芳恵が乗ってたやつですよ。でこいつが乗用で乗ってないからね、こいつが乗用で乗ってたんは、当時はポルシェです、ポルシェの開演です。で何年も経ってですね、修理屋に取られたんかなんか知りませんけども、途中で古い型のプリウスに変わってます。でその後でクラウンに変わったんです。で何年もですよ。で車屋曰くウクライナのことがあったので部品が入りませんということをやったんだけども、それ何年も頭が賢くないんでね、でずっとその車屋を信用してるのかなんか知りませんけど、ずっとその古いプリウスと古いクラウン乗ってですよ、それ台車やって言ってたわけですよね。台車そんな何年も使わんやろと思うんだけど、ほんで今はですねレクーサスに乗ってますよね。レクーサスはもちろんレギュラーじゃないですよね。でこれ廃屋も政務活動費で使ってるんですわ。でそういうもんをですね、私が言うてから泉の市役所にですね黄色の開園に乗ってくるってことは一時なくなったんです。その後は乗ってましたけど、ほんで今はレクーサスは乗ってますけどもね。だからそういうもんにこれ廃屋つこてですよ。で自分の私的な用事で使ってるようなもんにですね、これ政務活動費つこてええのかと、ようこれ泉市議の皆さんはこれ許してんだなというふうに思うんですけどもね。で、これもね、市民にボケ老人っていうことを言うたんです。ちなみに言うときますけど、女子高生の、私今でも言ってますけども、女子高生のムラグラを掴んでですね暴行事件を起こしてます。これずっと言うてます。で名誉毀損でぜひ訴えてください。これもそうです、何でもかんでもみんな名誉毀損で訴えてもうたら刑事でも何でも受けて立ちますよ。本人にももちろん言ってますから、本人はやってようこんのです、ほんまのことだから。女子高生の胸ぐらをつかむ自称プロレスラーというふうに私はこいつのことを言うてんだけどね、これそれだけじゃなくて、こういうね人の写真を使って、しかもこれタレントじゃないのと、事務所の許可も得てんのか金払ってんのかなんか知らんけども、仮に金払ってたとしてもですよ、それをこう自分がさもタレントであるかのように取り繕って、でそれをですね、まあ、選挙用に作ったのか、まあ、亡くなったか作ったか知りませんけども、これも選挙で今ちょうど絶賛泉市会議員の選挙中ですから、そういうことでですねこれを作ったんだと思うんだけども、それにしてもですね泉市の人は、まあ、知ってるから入れてるのか知りませんけども、こいつが何の仕事をしたんかということをよう見てください。ほんで他の23人の議員にですね、こいつの仕事を何したんか聞いてみてください。何一つしてないということを言いますわ。なんかまあ一つでもしたことがあるというかね、まあそれは語弊があるけども、仕事したことがあるっていうんやったらいつでも公開討論も受けて立ちますよと。ほんで私が市民としてやったことね、この1年間議員としてやったことじゃなくて市民としてやったこととですね、玉入れ競争のようにですね、私これやりましたよということで、あなた議員として、私が市民としてやってきたよりも数も少ない、影響力も弱いというようなこと、そんな程度しかできへんねやったら、議員としてあなたに1000万以上の報酬をずっと渡してます。で政務活動費多分今も一緒やと思うけども、年間84万かですよね、6万円か8万円か忘れましたけども、それぐらい渡してるんですよ。
で、そんだけの金を渡しただけの仕事をしてるということをね、ぜひとも私の政務活動費の分もそうやし、私は自分の報酬も何の活動に使ってるかということをずっと3ヶ月に1回市政報告でお知らせをしてますんでね、そういうところも含めてですね、まあ対決をしたいんであれば対決してあげるよということで、本当にもう一回最後見せますけども、こういうようなことをするような、まあ、語りですやん、ほんまにご本人じゃないんやからね、もうその時点で語りですよ。でお笑いタレントとかで下に何か書いてんだったらいいけど、何も書いてないですよ。沖縄プロレスとか書いてるけど、なんか海鮮プロレス、沖縄プロレスとか書いてるけどね、この人が誰であるか、でこれ有名人の写真、もしくは有名人に似た人の写真かなんか知りませんけども、どっちにしたって本人じゃないんでね、こういうような語りをするような人間が泉市ではですね、市会議員を3期も今4期目なんですか、で何の役にもつけてもらえないような、まあ、議会からは、まあ、無視されてるというような人間をまだまだ通してですね、税金だいぶ余ってんか知りませんけど、泉市の皆さんはですね、どんどんとこういうようなやつにですね、何も仕事もせんのに金ドブに掘ってるのと一緒ですからね、でそういうところへ金を、あなたの税金を投げつけるのかということを問いただしたいというふうに考えております。